セリとマスタードを入れるのがハンネス流です。この T シャツはどこで買ったんですか？カンボジア。タイランド？カンボジア。カンボジア。No tuk tuk today。どれぐらい入れてるんですか？と塩コショウ。これもパ、バジル。違う。なんだ。パセリ。パセリ少々。でもバジルの方が美味しいと思う。嘘。バジルも美味しい。なかった。どっちでもいいの？どっちも？バジルの方が美味しい。バジルの方が美味しいそうです。マスタードを入れます。マスタードも小さじ1ぐらい。これぐらい。これぐらい難しい。小さじ1ぐらいマスタード。めっちゃ適当なレシピが。で、卵は1個。ハンバーグみたいですね。ヘラね。手でグニャグニャするのが好きじゃないそうです。そう、日本好きすぎなべさ、スタルキって。からし、からしは辛すぎるのでマスタードです。Finns det vanlig senap också? うん。Sån här är lite stark. 普通のマスタードがいい。これは甘いもんだって。甘いよね。シアナップはからし、日本のマスタードよりもっと甘い感じがします。すごい手際がいいですね。いつの間にかハンスかマリアレアサメイン。はい、これで丸くしていきます。なんか難しい、ちょっと難しい。なんでスウェーデンでミートボールが人気なのか。En svensk kung som snodde receptet från Turkiet. 当時のスウェーデン国王チャールズ12世という人がミートボールに、トルコ滞在中にミートボールに出会ってそのままレシピを持って帰ったそうです。コーヒー豆とロールキャベツ、あ、ロールキャベツもだって持って帰った。スウェーデン料理、スウェーデンの食文化とされているんですけど、カフェコマクション、あ、タキエット、トルコから、カフェイステッセントラルティスヴェリー、あー、メディヘラワーデン、ja visst alltså, men ja, England är mycket mer te än, ja, ja, men inte det typ Sverige är det hela nordisk land som dricker mest, alltså Sverige tror jag, ja, 世界一コーヒーの摂取量が多いぐらい多分飲んでるって言われてますよね、コーヒー。本家のトルコのミートボールではひき肉と羊肉、ラム、ショット、アンベンダックスと玉ねぎ、卵、パンくずからパン粉だね、とパセリ、あ、やっぱパセリ入ってる。だだれ、あ、そう、デガンスコールトレディショナルスウェンスキって、ちょっとでもバシリ、オリジナルレシピファーストウェンスキって、リーテ。そもそもティップスシーあったエリタンなるんだ。あとカリフォルニアロールフィンスインって大好きなバブラナの動画を見ています。あ、あれ、手袋取ってる、うん、どうしたんですか。めんどくさかった。え何かくっついた、くっつきやすいのか。どの手洗った、ちゃんと、うん、やっぱり素手で作った方が丸くしやすいですね。ひき肉何グラムぐらいでしたか？250ぐらい、半分か、そっか、うん、半分はそぼろにしたもんね。半分でどれぐらい？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20個ぐらいだいたいできます。結構大きめですね。Mjuka. Mm. Du måste ha lite stekt yta på alla. Mm.
Det är bara hälften kvar tror jag. ちょっとしかないよ。主食になります。主食？ Is that at least of bread? うん。あれ？ポタティスムースやその。あれ、är det vanligt typ kokt potatis med köttbullar? Ja. Också. Potatis är vanligare. Aha. Gräddsås. Mm. Gräddsås. Det är det som jag gör också. Aha. Ganska lite strömning. En halv dess. あ、5デシリットちょっと柔らかめになったね。ネオンショットブルー。ja、oj、vi åt inte så mycket köttbullar hemma、för att mamma är vegetarian。あ、just det、just det。men jag hade en kompis som、vars、mormor、vi brukade leka hemma hos honom och hans mormor var hemma、och hon fixade köttbullar、från köttbullar från grunden、och de var fantastiskt goda、när vi hade köttbullar hemma så var det alltid bara färdiga köpta köttbullar. Alltså men, vegetariansk? Nej, kött. Men det var bara pappa som gjorde det. Ah, just det. Men hur, när ni äter alltså, köttbullar hemma, då var Maria äter? Alltså i eget mat, eller? Man kunde köpa vegetariska köttbullar. Ah, just det. Det fanns också. Redan? Ja. Ah, men när ni var lite 20 år sedan typ. Så kort.ハンネスのお母さんはベジタリアンなので家で作るときはパパが作ってベジタリアン用のショットブレーを、自分で作ったりしてるそうです。もう出来上がってるやつしかだから食べたことがなくて自分でこうやって作ったりするのは大人になってからかな。あ、で、4つショットブレーはいいですか？ない、ショットブレーはない。スムースができました。これはリンゴンシルツと一緒にリンゴンベリーのジャム、ジャムをミートボールにつけて食べるのがスウェーデン流です。マドレッシングはサラダにいつも使っています。日本から持ってきています。3、4本はごまどれを絶対に買ってきています。生クリームですね。どれくらい適当30ミリぐらい、肉汁、余った肉汁に生クリームを入れてそれだけ、え、出てうん、あ、それだけ？ないね、ミオル。ミオル？ああ、小麦粉をちょっと入れるそうで、大さじ1ぐらい。お。え、そんなちっちゃい。あ、そんな大さじ1じゃないわ。小さじ1ぐらい。あれ？TFE やでって。味が凝縮されてますからね。ハンバーグでもデミグラスソースとか作るとき。肉汁使うわ。でも、jag gillar också att man tvättar ur liksom。そんなになかったもんだって。うん、昨日も食べた。ポテトサラダを作るときにもすごい簡単に作れるので、マヨネーズ入れたりして使ってます。綺麗だしょ。何してんの？ミュースコシットティーツパパ。コドシットだ。オッケー。ミュースカフリッタ。ティタ、det finns silt också。Till kött och bulle. Nej, jag vill inte. Melchan mitt utan. Ja, men kanske... Gaffel och kniv. Kan du äta med gaffel och kniv? Tabelerar du knife och fork?
タギセ食べてるの？ナイフとフォークで。本当？Också silt. Alla får silt. Vad är min? Vad vill du ha silt? Men det finns så lite plats. Pappa skötte ju. Pappa ni arigato te yo. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Otsukare sama desu. Det var bara det som jag gjorde då. Bara som du inte gillar? Köttbullar? Nej. Pappa har gjort den där jag har gjort den. I köken med. Kött och tabbete mitt då. Oj, kikala. Kött och tabbete mitt då. Då. Oj, kik. Oj, kik, det är så. Oj, kik. Kik, det är så. Kik, det したら美味しいよ。私も食べます。初めて見たんだよ。ファーファーバンゲルはそんな。